体の枝ファンの皆様、おめでとうございます。アロンゾハードフォークが今回成立しました。皆さんのダイダレスウォレットを見ると花火がねパン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 と散ってると思います。まあアロンゾってなんやみたいなことがありますんで、そういう場合はねもっと知るというボタンを押していただければと思います。ちょっともっと知るを押してみましょうか。アロンゾって一体何でしょうね。テクニカルライターのオルガ・ヒューニックさんが何か言ってますね。若い女性ですね。3月初めにユーザーがカルダナでのトランザクション用に1位のトークンを作成できるマルチアセットプロトコルアップグレードであるマリーを実装しました。導入によりトランザクションメタデータその他トークンロック12月にアレグラとそしてネイティブトークン作成、我々は大手スマート契約プラットフォームとしてカルダーノを確立するための基礎を付設されています。難しい漢字と横文字ごちゃごちゃで読むのに体力使いますね。まあでもいいでしょう。ナミさんね、なんかできればこういうところの解説とかも誰かやってくれるといいですね。うん、これはどういう意味なんだよっていうのを少しずつね、パート1パート2パート2みたいな動画であるといいですね。まあでもいつもねこのステーキング報酬入りましたっていう動画ナミさんから送ってきていただいて、あの思いを一つにしてる、つまりエポックの切り替えって私たち体のホルダーには同時に来るじゃないですか、当たり前ですけど。その時にねもちろん自分の画面も見るんですけども、あ、ナミさんも今回報酬受け取ってるね、よかったみたいな感じで、さらにねワクワクっとしたこのなんか共同感っていうのが高まりますよね。今回も動画の方ありがとうございます。それではまたいつか後。